はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ハミングです。今回もバイオハザード7パート4かな、やっていきたいと思います。で、今回ね、横にムックがいます。はい。よろしくということで、まあムックにはここまでのあらすじをまあ一通り一応動画で見せたので、はい、多分大丈夫だな。まあ飛ばしちゃったけどね、すでにビビっております頑張っていこうじゃないか。はい。でここから地下に向かいますよ。地下か。マップ見て、地下のマップはないんよな。とりあえずまあヤバくなったら今の部屋戻ってきたみたいな。戻れないとか。何が怖いってさ、変な化け物が出てきそうで怖いんよな。だってこの黒いヌメヌメは完全にそれやん。なんかネチョネチョする音とかやばない？すごいね。やばない？クリアリングだ。大事やで。ああ、マップ見とろうが。クリアリングの意味が全くなかった。クリアリングした後みたいな。クリした。なるほどね。こいつらが不意に出てくるわけだ。不意に出てくるね。あれ名前なんていうの？分からへん。名前は分からへん。名前はまだないみたいな。でも今声聞こえるっす。こんにちは。うわあ。いたよ。着戦に持ってこい。ほらお前ヘッショや、こら。イエーイ。そのうち絶対ナイフクリアする人とか出てくんねんね。これいるな。なんか死体袋みたいになるけど。ここに何もない。なんだこれは。これはなんか死体を焼いていたであろう場所やな。加工場。ショットガンを入手すると地下の解体室でレリーフを取る。レリーフ実は2つ取ってるので、ムックは多分知らんと思うけど、うん、あと1つゲットしたらそのこの建物の正面入り口みたいなところの扉が開くはず。音がてか全部開くんかい。ちょっと待って、ここは後回しにして。とりあえずこちら辺を調べていこう。なんて書いてある？ワークショップ。向こう側から施錠されている。絶対出てくる。やめろその視点。やばい。あ、怖い。開けるとき上見よ。手元なんかどうでもええねん。下見ちゃいかん。ここは？ここが抜けます。うわー広。解体室ここか。いやー。いやー広い。この辺はバイオ4って感じかな。なんかどうせ通気口みたいなとこから出てくんねやろ、リベレーションズみたいなノリで。サソリの鍵取ったら来るでしょう。取ったら来るかな。僕そこら辺今全然考えてなかったけど、取ったら来るかな。やっぱり焼却室ちょっと行ってみる。焼却室、うん、さっきのファイブみたいな焼却炉。あったっけ。あウロボロス出てくるとこね。あれも鍵取ったらウロボロスやったよね。そうやったな。じゃあちょっと開けてってみる。手形がトラビスとショーンかな。
右から順番に開けていこうじゃん。おう飛び出るタイプね。タマラショーン出てこい。おいウィリアム、ウィリアム開けたら閉める。そう開けたら閉める、これ大事。ここ怖いな。なんて書いてあるの。クレイグ、クレイグかな。おお、クレイグいないか。いやーこれでどっちみち一番最後に開けたやつで来るみたいな感じかな。おおララ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 こうしていないと平常心保てないんです。ブロックされているよと。なんてこった。ロックされてる、マジかよ。あエイム中の感度がすごい低いのよね。なになになに、あ、薬液、薬液大好き。開くやつさらに下か。なんかもう地下の地下のさらに地下。サソリの鍵ゲットしたからな。うわー邪魔しい。おっ痛い。リローディン、リローディン、逆光。おい何今の。おいとあのガトツみたいな体力がくそ黄色や。この腕時計で分かるそこら辺だけちょっと。でも戻って出てきたってことは戻ると何かが起こる。ムムってことですね、うん、ちなみにあのサソリの鍵がゲットできたから。あ、ちょっと確実に頭を。お、撤射3発で死ぬんか。了解。なるほど。でこっちに確かサソリの鍵使える場所あったはず。やべえ、サソリの鍵とかも言ってる時点でさ、なんかもうあのワンの時のさ、あの鎧の鍵とか あれ系がすごいんやけど。鍵でかいな。これで、あ、これでここ来んのか。そう、ここにね、あと頭一個はめる込んで。はいはいはい。怖いね。なんかいる？足音みたいなの聞こえたけど、うん、サソリのマークのところを探せ。あ、祖母の資質に行けるな。こただ地下は後回しで、今からとりあえず上に向かう。おばあちゃんの部屋へ。おばあちゃんの部屋に行こう。ちなみにさっきここおっさんが徘徊しとってんけどな、大丈夫かな。おばあちゃん解放とか言おう。いやおばあちゃんちょいちょい出てくんねんな、何もしてこへんけど。ミセス・ベイカーへ。お加減はいかがでしょうか。前回のラインから長く受診されていないようですね。レントゲン、待て待て、扉が開く音が聞こえたよ。完全に聞こえたよね今、うん、みたいな声聞こえなかった今これ呼んでる最中とかもさ、時間の流れみたいなのあるからさ怖い。レントゲン撮影結果を分析したところ、頭部の影はある種の心筋、カビに似た構造でした。
幻覚や幻聴とも関係があるかもしれません。もし何らかの寄生菌が原因ならすぐに除去しないと手遅れになりかねません。この手紙を読まれたらすぐ来院し精密検査を受けるよう医師としてお勧めいたします。ダルベイ総合病院クロフォードラーク。なるほどな。スットガンだね。スットガンの弾の色とかはやっぱりその緑系の、ね、そうやな黄色と緑みたいなね。そうですね。もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。次から客が逃げた時は犬のレリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。リビングルームの振り子時計、娯楽室の本、地下の階です。もうあと2つ取ってるからな。会いたかったか。バレた。やだ、死ん…これ以上は持ってない。あーあ出口塞ぐなやバカ野郎。とりあえず回復。毎日同じことの。どうしてバレた。多分窓から見えたんちゃうかな。ここどこ行った。やっぱおんねんな、ここ。会いたかったか。ふふ、楽しくてやめられねえな。変態。二つ開けないといけないからね。どうしよう。とりあえずここ一回出て、多分ここを徘徊してるだけやから、こいつ。ここ出て、弾10発作って。で、これで、あっ、こうや。あ、ちょっと聞こえる？僕右しかつけてないからよ。よ、いけるな。とりあえずショットガンが欲しい。どこに隠れてるんだ。壊れたショットガン。出口なんてどこにもないぞ。ここ出口。所持品が多すぎてショットガンが取れない。あーお大佐って。あの時代は怖かったよ。これは閉めれない。よいしょ。オッケー。これでお前ショットガンゲットや。おいやったぜ。リロードしとこう。2発しか持ってないの。音が音が昔のあれと同じ。これでサブミッション1個ゲットして終わったから、ショットガンゲットするが終わったから、次はセーブは重要です。うん、してなかったもん、さっきの前回の動画の終わりしてなくて、やり直したらちょっと前から戻されたもん。よし、これであとはどこに行けばいいの。ボイラー室通るか、普通のさっきの階段通るか。もう足、自分の足跡なのか。敵のね、あれなのかわからないよね。うわ、出てきそうやな。ここはちょっと逃げるためにドアだけ開けとこう。いや、ぐちゃぐちゃ言いすぎよ。うわ、来た。
あれ？あっち行かれた。フォローミーってことじゃないですか。ついてこいやみたいな。とりあえずハーブ1個使っといて。あ、そっちか。頭三発。お前を打仏。なんだ。どこだ。まあ、どれって言ったの。ん？やっぱフォローミーかな。フォローミーかな。こいつは絶対火にいるよ。あのさ、まるちゃんの野口さんみたいなやめて。いつからそこに潜んでた。どうした。なんで2体もいる。おーあーあー、ちょっ待て、リロード。あ、待って、死んだ。すぐ死ぬやん主人公。聞いてない、聞いてないよ。こんなすぐ死ぬの。あの強靭なクリスの肉体を思い出せ。そうや、 お前そんな程度じゃないはずや。あれショットガン使ってもよかったかな。でもたまに外しかないからな、使いたくないよ。ショットガン一発だけ使ってみよう。お、いやー強い。さすがって感じ。あれは爆発のだ。なんかこのパターンが。怖い怖い、何が。やっぱスタート地点に戻るな、こいつら。距離を置くとスタート地点に戻っていくよって。やっぱ絶対そうやつ。ピッカパッド、ピッカパッド、ピッカパッド、ジョーリー。え、なんじゃ。やっぱこれショットガンや。うるせえ、うるせえ。あ、生きてる生きてる、全然生きてる。頭打たないとやっぱダメだ。溶けた。お前もか。おい、ちょっと待ってよ、お前体力回復するとかやめてくれよ。え、何、奥なんか必要やった。鍵。待って待って、鍵とか知らないぞ。ということは押し切るのは難しそうやな。うん、これはやっぱ別のとこがあるのかな。興奮剤的なやつ。あれ、取らんかった。あ、こっちか。この下にあるのか。この下の興奮剤チックのやつを取って。覚醒。ちょっと待った。覚醒。なんかあるぞ。キーピック。お宝の写真。わからん。めっちゃあるやん、巻いてる。わかるか。アンティークコイン、あ、暖炉や。あ、ほんとだ。これのどこだ。あ、なんかある。
あ、ステロイド。ステロイドとはモテない。これ捨てたい。ステロイド。筋力を劇的に増強させ、体力の限界を上げること。効果は永続性ってことだ。体力上がるのかこれ使ったら。どういうことですね。使おう。欲しい。ステロイド、体力の上限が上がった。ラッキー。ここがね、違うか。え、でも結局のところ進展はないよな。ないね。進展はないよな。上とかは。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録は画面下のチャンネル登録ボタンから。高評価、コメントや Twitter のフォローの方も動画の説明欄に URL を載せているので、できればよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you! バイバイ！じゃあねー。